滋賀県道512号線、滋賀県道512号、津浦尾崎塩津線は、滋賀県長浜市西谷在町菅浦を起点に、長浜市西谷在町、塩津浜に至る 11.6km の一般県道である。長房琵琶湖北部を高台から展望する観光道路。この路線の延長上の道路で、同市西谷在町大浦からの琵琶湖畔に沿う。 県道513号津々尾崎大浦線と合わせて、通称、奥、琵琶湖、パークウェイと呼ばれており、かつては、滋賀県道路公社の有料道路であった。沿道に桜並木が続く桜の名所で、4月には満開の桜を楽しめる。湖半層県道津々尾崎大浦線から高度を上げて、尾崎展望台に登っていったところからの、連続延長線上に、本県道がある。 小崎展望台は駐車場やレストハウスなどの施設があり、展望台より琵琶湖や伊吹山が一望できるところである。小崎展望台、日立峠間は尾根に沿って道が走り、途中のところどころに展望台がある。津ら日立から終点にかけては、かつての剣道機のもと今津線の急道にあたる。この山を下る区間の琵琶湖対岸には、 橋場秀吉と、柴田勝家がは戦った、古戦場で知られる静ヶ岳がある。当期は、積雪のために閉鎖される。2014年現在、この路線は、津津ら尾崎展望台から西屋台町岩わく町内のゲートの区間は、展望台からゲートの方向で、開通期間中、通年一方通行となっている。ありがとうございます。